自分の実際レベルがどれくらいなのかっていうのが一番分かりやすい数字だと思う。そうですね。ここで本気でできなかったら多分本番なんかできるわけないし。ヒュースタ、皆さんこんにちは。ヒューマンアカデミー声優専攻の長谷川れなです。そして大和です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は何を話すんでしょう。ヒューマンアカデミーいろんなこう話してきました。入試のこともそうだし、パフォーミングアーツカレッジの取り組みの中でまだ話してないことがちょっとあったので、まだ話してないことがはい、まあ、いろんなね、あのシステムありますと、例えばオーディションが直接所属だから、養成所経由しないで行けてやるよとか、プロの先生がいるよとか、いろんなこう話させていただいたと思うんですけど、もう一個ちょっとこの時期ぐらいに実はやっていることがあって、全国の学生が対象なんですけど、あのヒューマンアカデミーってあの顧問がいるんですよ、はい、でその方があの田代俊之さん、前あの廃教っていう事務所の理事長の方。おお、すごい。が実はあのカリキュラムとかも、はい、あの見てくださっていて、あのアドバイスとかもくださってる方なんですよ、はい、っていうの状況に合ったカリキュラムの内容だったりとか、あのもっとこういうの取り入れた方がいいですよとかっていうお話をさせていただいてるんですよ、実は。すごい。でその田代さんに実は毎年ですね、はい、1年生2年生全員、1年生全員、そう、一人一人演技とかナレーションとか自己 PR を見ていただいてるんです。待って、全国ですか。え、全国、そう、札幌から那覇まで、え、何百人単位ですよ。やばー。でも嬉しいですね、学生からしたら。そうなんですよ。だから普段ってやっぱりこうね、最寄りの校舎とか自分の校舎の先生方から評価を受けるんですけど、それが例えば、まあ、他の校舎の人から見てもらうのもいいんですけど、やっぱその業界人から自分ってどう見られてるのかってすごく大事だと思うんですよ、はい、で普通そういう時って大体なんだろう、じゃあさらっとこう終わって、はい、じゃあなんとなくできたから終わりっていう評価じゃなくって、はい、ちゃんとですね、実はその評価表みたいなのがあるんですよ、はい、これ今ちょっと改訂をしてるので、はい、ちょっとお見せすることができないんですけど、はい、うん、五角形みたいな項目がいくつかあるんです、はいはいはい、例えば滑舌とか、うんうん、発声とか演技力とかナレーション力とか、キャラクター、要はその個人の個性みたいな、みたいなこう五角形があって、それを点数として何点かっていうのをこうやってくれるんですよ。すごい。そうすると自分は多分発声はできているけど滑舌がダメだとか、個性めっちゃあるのに他がダメだとか、そういうのがね、こう業界目線から分かりますよと。自分の実際レベルがどれくらいなのかっていうのって一番分かりやすいのが数字だと思う。そうですね。からそれを基本的に、まあ、見える化をするというところでちょっとお願いをしてもらって、基本やるのがですね、自己 PR と、あと演技とナレーション、なんでほぼもう、こう事務所のオーディションを想定して受けていただくと。なんで演技に対してその子が、まあ、よかったら良かったとか、ここは良かったっていう一言コメントまでちゃんと添えてくださる。嬉しい。1年生の人は 2回チャンスがあるわけですよ。そうですよね。1年次がこうだったから、じゃあ2年次がどうなったかってなった時に、変わってなかったら自分で努力してるつもりでも努力足りてないというか、何も変わってないってことになるし、下がったらサボってるわけになるし、伸びてたらやっぱ伸びてるわけだよね、っていうのがその目で分かるというか、そこがね結構大きいかなっていう。いや、すごい。そう、もっと早く言えよって話だった。いや、本当ですよ。やっぱその学校によってやっぱ特色あると思うんですよ、多分ヒューさん見てても分かると思うんですけど、その新宿の学生のタイプと横浜の学生、大宮で多分全然違ってて、違いますね。まあ教えてる先生も違うからってもあるかもしれないんだけど、地域差もやっぱあって、そこが逆に業界からすれば面白いらしくって、いろんなタイプの子を持ってるっていうのはやっぱヒューマンの強みなんですよ。そこをやっぱ見てくると、あ、ここの校舎の子こういう色ねとかって分かったりとかするに同時に、あ、この子行くだろうなオーディションでってなんとなく見てて分かるんですよ。どこの学校さんもね、ある程度こう評価とかってあると思うんですけど、そういうのをしっかりとこう個別で一人一人見てるってところと、その評価のシートをもとにコメントまで添えてしっかりとね、フィードバックをするっていうところは結構大きいところなんじゃないかなと思うので、似たり寄ったりの学校さん結構多い中でも、よりこう業界目線というか、準備をしているというか、はい、整えているので、まあ、そこら辺も一つこうヒューマンを選ぶ参考にしていただきたいなっていう。なんか一人ずつちゃんと、なんだろう、見てくれるところって少ないと思うので、そういうなんか田代さんがすごい見てくださってるっていうのが、なんか活力にもなりますよね。いいなって本当に思います、羨ましい。なんかちょっと風の噂で聞いたんですけど、はい、結構ヒュースター最近の在校生見てるらしくてですね。本当ですか。嬉しい。なんでもしまあこれ見てる在校生の方はですね、ぜひ本番のオーディションだと思って臨んでほしい
しいかな。たまにやっぱりどうしてもなんかこうイベントごとの一環としてやっぱ参加してるように見える方ってやっぱいるんですよ。だからその本番っぽくない感じで来たりとか、ちょっとこう中途半端にやったら結構いたりとかするから、はい、まあ、そこはもう本当にちゃんとした評価が欲しいんだったらちゃんとしないと、中途半端の評価だったらね、うん、もう分かっちゃいますしね。そう、はい、すぐ分かるからね、あの見てる側からすると、うん、ここで本気でできなかったら多分本番なんかできるわけないし、ちょっと真剣に取り組んでほしいなっていう、まあ、せっかくねお時間も作っていただいて、だってそうですね、本当に一人一人見るってことは、はい、その間だけ時間を作っていただいてるっていうところと、うん、はい、君たちだけじゃないっていうね、うんうん、そういうことを考慮しながら受けたりとかしなきゃね、申し訳ないだろうしね、とか。そうですね、まあ、そういう制度もあるよということで、はい、ご紹介でした。はい、ご紹介でした、はい、ということで、この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。